リギュラジオ。カリギュラジオ。カリギュラジオ。カタルシスを。カタルシス。皆さんこんにちは。月島律役沢木良こと沢城千春です。はい、皆さんこんにちは、佐竹翔吾、竹木良こと竹内俊介です。はい、この番組はですね、東京 MX 他にて放送中のテレビアニメカリギュラの情報や裏話をお届けしつつ、日頃から辛い現実に耐えている皆さんの気持ちを浄化し、カタルシスを感じてもらおうというカタルシス系ラジオです。はい、なんだかんだもう6回目になりました。ブン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 、いかがお過ごしでしょうか。はい、もういかがお過ごしでしょうかね。はい、はいはい、もう我々はね結構楽しく過ごしておりますよね。そうですよ、だって収録で言えばね、だいぶもう進みまして、はい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 、結構終盤の方なんですけど、はい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 、ようやくね、ようやくね、先週皆さん覚えてますか。覚えてますかね。覚えてますかね、ようやくカリギュラでみんなで集まってこれから飲み会するっていうのをね、前回の時お話しさせていただいたんですよ、5回目の時に。そして飲み会してきましたよ。はい、いましたね。いやー盛り上がりましたね。盛り上がった。あんな盛り上がったのは初めてだもん。本当に僕もね、いろいろといろんな現場出させていただいてますけど、やっぱりカリギュラっていう風に作品だと、あ、こうもすぐね人が集まってくれたりするんだなっていうの。あ、そうか、皆さん分かんないですよ。バカ、そうかそうか、そうだね。じゃあちょっと写真があるそう、今日は写真持ってきたからね。そうなんですよね、はいはいはい、じゃあこちらです。写真こちらです、どうぞ。ねー、本当によ、すごい盛り上がりを見せましたよ。本当にね、これあの後ろの空いてる席も我々の席なんですよね。そうなんですよ。どうですか、ね、ないですよ、こんなに、こんなね、もう2席貸し切りみたいな。もう本当にすごいよね。えこんなに人入んないにもかかわらず2席も貸し切ったっていうカリギュラのね。ねえ、はいはい、もうスタッフさんの心意気、周りに違うお客さんがいたら話したいことも話せないっていうね。だから多く席を取ったっていうね。で後ろの方にも料理いっぱいありますよ ね料理いっぱいあって、もうね、これはまだもう一人ねトイレ行ってる状態ですから。そう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 、まだ一人行ってる状態ですから。これ始まってどんくらいでしたっけ。もう2時間ぐらいってましたっけ。始まって2時間ぐらい。そうそうまああのあれですね、あのこの日ねちょっとね収録がね押しまして、そうなんですよね。そう、私と竹内くんはね、あの先にちょっとねこう抜き取りといって、セリフの量がそんなに多くなかったんで、先に抜き取りさせていただいて、その後ラジオ収録してこのね、あのこう会場に向かったんですけど、ちょっと一足先にね、そう一足先に、そうそう、でねこの店ね、なんとね11時閉店だったんですよね。そうなんですよ。そうそう、でね皆さんがねブワーッとやって集まったのがね10時40分そうもうびっくりしましたよね。びっくりした、びっくりしたね。誰も来ないなって。誰も来ない本当に。でしかもあのね、本日本日収録の予定がなかった、あの他のキャストの方々も、いやちょっと今日うちいらあるってことなんで、20時から参加させていただきましたって言って、ね。普段いらっしゃらないような、ね、方々までいらっしゃってくださったのにそのざまが、そうですね、このざまですよ。でもでもちゃんとねみんなねパッと集まってくれた写真もございます。それがこちらでございます。はい、ほらたくさんになった、ね、そう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 。いやこの時後ろでも死ぬほどみんなもう暴飲暴食してましたね。でもしてましたねだってそうそう、だってもうドリンクフードのラストオーダーがすでに終わっていて、ドリンクのラストオーダーも終わってるんですよね、終わってるね、この写真撮ってる時点で。そうだよね、やばいよね、書き込んでましたよね。もうね本当にもうすごかったね。もうとりあえずだから、もうちょっとねまたまた時間がちゃんとガチッと合う時にねそうですね、もう一回やりたいなと思ってますけどね。なんて言ったって、飲み会やろうよって言った、飲み会やろうよって言ってくださった、細谷さんが来てないんですよ。そうだよ、話の発端の細谷さんが来ないっていうね。どういうこと？本当にそうなんだよ。メインキャスト陣で来たの、ね、僕と沢城さんとあと、はいはい、小沢さんだけでしたよね。そうそうだよ、そうそう皆さんね次の日も結構ねお忙しい方たちばっかだったからそ, う、ね、そう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 、早く帰らなきゃいけないからって思ってね、早く帰らなきゃいけないからってことでね。そうそう、本当にもう、ね、みんなが集まってからどんな話したかって、ね、あのあれですね、みんなが集まってからはみんながいなかった時の話をしてました、ね、まさかこんなことあるのっていう話から、え、まあ、ちょっとねこれから会議の話しようかなと思ったら、すいませんもうお時間ですってなるからね。そうそうそう、じゃあ締めの言葉を、ね、締めの言葉を、でもねこう、まあ、ね、縁も竹縄で、縁も竹縄でございますがっていうね、まあね楽しい時間っていうのは早いものでというね。逆に、はい、逆によくみんな来てくれましたよ ね本当に。逆に最後の30分で本当だよ。で最後みんな終わって、さあじゃあみんな帰ろうかってお店に取れてて、あれ
竹内くんいないね、竹内くん、竹内くん、竹内くんはつって、まあ、普通大体飲み会みんなね外出て、いやお疲れ様でしたみたいな感じじゃないですか。あれと思って、いやでもそんなまさかないよ、いない、えっつって電話してブルルルって出ましたら、あいもしもしって竹内くん出て、竹内くん今どこに乗ってたら、ああもう帰ってます、いや竹内くん帰るの早かったね、タクシー乗って帰ってましたね、そうそう、あ今もうタクシー進んでる、いやでも竹内くんもね次の日早かったんだよね、そうそう次の日早かったんですよ、ね、僕もそう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 で、あのさ竹内くんも飲み会少し参加して、こうね、まあ時間早いから明日のジムのために抜けようと思ってたんだけど、最初の人数が少なすぎて抜けられなかったね、そうなんですよ、僕もちょっと今日は明日が早いんでみたいなこと話してたら、なんかだんだん罪悪感がね、こう途中で抜けるのはみたいな、さすがにこれで、あ僕お先って言えなかったね、いや言えなくて、いやー、まあ、っていうよね、まあ、ある意味 ね、こう語り継がれるような ね、語り継がれる、なかなかないと思います、こういう打ち入りって、ね、そうみんなあのメビウスの方にちょっと行っちゃっててね、あーうまい、うん、うまい、まあ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 、まあ、そう我々はね一足先にね現実に帰ってきてたから、そうそうそう、さあね、うん、次みんなが集まれるのはね中打ちって言ってもね、はいはいはい、もう終わりですからね、じゃあどうしましょうかねスタッフさんね、後半打ちですかね、後半打ち、ね、はい、じゃあ、まあ後半打ちを考えて、これから またね頑張っていこうと思っておりますよ、はいはいはい、これ先進みますか、先進みますか、ね、大丈夫ですか、これ結構話しましたね、はい、そうですね、さあそれではね皆さん最後までお付き合いよろしくお願いいたします、カリギラジオスタート、カリギラジオカタルシスをカタルシス、この番組はカリギラ制作委員会の提供でお送りします、カリギラジオカタルシスをカタルシス、はい、ここからはですね皆さんから届いたメールを紹介していくメールでカタルシスのコーナーでございます、いやいや、イエーイ、はい、まずね最初のメールでございますよ、カリギュラネームライアンさんでございますね、お、こちら、え、か、え、海外、へ、へいへい、僕は海外のカリギュラファンです、だって、おーすごい、ありがとうございます、ありがとう、第1話を見て超面白いと思いました、四季島くんの性格は乙女座っぽいんじゃないかなと思いますね、お彼は友達のことについてお母さんのようにいつも語り、考えすぎて行動できなくなったりするやつですね、そんな主人公は珍しいと思います、次回を期待しておりますということでございますけど、やっぱこれはあれじゃないですか、ね、アメリカに行かれた甲斐があったんじゃないですか、うん、そう、アメリカのファンですかね、え、ね、え、僕がねこうツイッターとか交換したあのファンの人たちですかね、うん、あ、なんかねそういったところからね、もしかしたらそっから広がった方かもしれないし、なるほどね、なるほどね、いや世界のカリグラですよ皆さん、すごいね、エミリオかな、これはエミリオかな、え、エミ、僕ね、あのね、カリグラね、カリグラでアメリカに行って、はいはい、すごいよ聞いて、これ話したかもしれないけど、はい、カリギラのイベントがあるじゃない、はいはい、それで終わって、そう、まあ、桜コンっていう大きなイベントだったのね、うん、そのイベントが終わってからなんと次のまた違うイベントが、その夜に ファンの方たちと演者たちが一緒にご飯を食べるっていうイベントが用意されてるのね、うん、日本だったらさ、そう、ちょっと今やったことないでしょ、あんまないっすね、そうだから普通に俺たちが先座ってて、お客さんがトーッと入ってきて、うん、で普通にお客さんがこう自分たちで席を選んでそこに座るの、そう、自分が興味あるキャストさんとかいろいろあったりして、そう、そこでエミリオってあのね、あれエクアドル人だったかな、エクアですぐ日本語喋れんのよ、でアメリカ住んでてなんかすごい、いや僕はもう最高に楽しいみたいな感じになってて、お前超なんかいいやつじゃんと思って、いやお前楽しいなとか言ってて、え、お前アメリカ住んでんのって年下だったから、いや僕はあの違いますみたいな、え、出身しますったらエクアドルって言われて、え、で今アメリカに来てるのにアメリカに住んでないのって言ったら、ああ、はいみたいな、え、じゃあどこ住んでんのって言ったら、あ、立川ですって言って、ややこしいな、ややこしいな、エミリオ超近場じゃないですか、超東京の近場、超東京、そう我々あの東京出身だから立川って言ったら笑えるんだけど、なんかね、東京で言えば新宿から中央線という電車でまあ30分かかんないぐらいの、ね、都市に近いところに住んでるから、それはまあ日本語バリバリですよね、そうそうそう
じゃあ旅行しに来てたんですね。そうそう、エミリオ。いやでも多分そのイベントのために来てんだと思う。っていうことですもんね。だからいやだからね、エミリオかなと思ったら、でもねラジオネームライアン、ライアンでしたね。ライアンはどこに住んでるんですか ね、 ねライアン、ライアンまたペルペルだから怪しいかもしれないですよ、ね、本当にね、ヘイヘイヘイ、僕は海外のカリギラファンですって書いてあるから、ね、東村山とかもしれないですよ立川の周りあたり。そうだから俺あの違うラジオでも言ったことあるんだけど、そのエミリオと、うわもうやべえじゃんっつって、じゃあ飲みに行こうぜっつって LINE 交換したの俺。え、喋ってないんですか。喋ってちょっと、ね、まだ連絡できてないんだけど。え、ちょっと、え、ね、今連絡してみましょうよ。今連絡してみる今やってみる。すごくならね、今カリグラのラジオを撮ってるよみたいな。あ、今今え、ちょっとエミリオ探すの時間かかるよこれエミリオ、んちょっとね、今もね見続けてくれてるのが気になりません。ごめん、エミリオのね名前がどれで登録してあるのかね分かんないからね、次の放送に探しておくわ。じゃあちょっとエミリオ元気にしてるから、ね、じゃあもうエミリオからのお便りでしたね。いやライアン、ライアンか、これライアン、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  Thank you very much 、はい、続いてこちらカリギラネームモッチョさんからいただきました。ありがとう。沢木郎さん、竹城さん、こんにちは。こんにちは。アニメ第4話見ました。ありがとう。自分の存在を認めない人間は他人からも尊敬されないというタイトルにはいろいろと考えさせられました。ほうほう。皆さんは自分自身で、俺は自分自身のここは人に負けない、うん、ここは俺自身のことを認めてるという部分はありますか。なるほど、なるほどですね。はい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 、うん、まあね、何事もこうやっぱり自信がない人にはね、はいはい、こうなるべく尊敬もされないみたいな、ね、そうですね、よく言ったりしますけど、はいはい、たけし君どこを自分で認めてるとこありますか。僕最近結構、はいはい、認めなくなってきたかもしれない、ね、認めなくなってきちゃったの。逆にどうしたらいいのかなって。どうしたらいい、なんでなんでなんで、結構竹内くん見てるとさ、こう自分の考えしっかりしててさ、よし俺はこれをやるんだっていうさ、こうなんかやろうとしてる自信にみなぎってる感じがするけどね。それもあるんですけどね。ほうほうほう。いや、 やっぱね、薄っぺらいなってなんか最近思うわけですよ。あ、ちょっとあれだったんだ、ちょっとこう外側だけをこうなんとかしようとしてた自分がいたんだ。やっぱ、いや、てか別にいいんですけど、はいはい、やっぱ俺あ20だなみたいな風に思うタイミングがなんか最近結構あったりして、自分でね、なんかこう周りから答えなんか求められたことに対して、はいはい、こう答えられない時がしばしばあるんですよね。もうちょっとこう年数を重ねたりして、はいはい、よかったね、いろんな経験を積んだりして、で中身がね磨かれれば答えられるのかもしれないけど、はいはいはい、うわ、まあ年齢のせいにするつもりはないけれども、はいはい、俺めっちゃ薄っぺらい人間だなってなんか最近思ってるんですよね。あれ、そうかな。逆にどうしたら自信を持てるのかなっていうなんかのことをね最近僕はね正直思ってますよ。いや、なるほど、はい、どうですか、沢城さんなんかあったりしますか。僕は今自分じゃ自信はないですね。自信があったのは大学ぐらいまでかな。ちなみに大学の時は何が自信あったんですか。大学の時は、いや大学の時は何が自信あったんだろうね。なんかほらあの大学ぐらいからさ、みんな大人になってくるじゃない、うん、だから人間ほら内面がさ、うん、大事になってくるじゃない、うん、大学ぐらいまではなんかルックスでモテたんだけど、うん、大学からモテなくなっちゃったんだよね、うん、そうそう、やっぱ内面の問題だよね。自信があった話してますよね今だから外見が良くて、うん、じゃあ外見には自信があったと思う。いやー、もうバッチリでしょ。バッチリでしょ。もうバッチリでしょ。もうだから僕も薄っぺらい人間ですよ。はい、はい、内面に何の問題があったの。これですか。僕の内面に何の問題があったかというとですね、何の自分の考えもないっていうことですね。何の自分の考えもない。いや、本当大学まで大学ね、2年生ぐらいまではなんとかね、人がこうやってみな、ああやってみなって言ってなんとか進んでこれるんですよ。そうそう。で高校もね、先生がこっちやりなさい、こっちやりなさい、勉強しなさい、なんとかしなさいじゃないですか。大学3年ぐらいからね、もう自分の進路を自分で決めなきゃいけないっていうところに入ってくるんですよ。もうそこは誰が何してください、こうしなさいっていうものが一切なくて、自分がどっちに進もう、あっちに進もうってちゃんと考えなきゃいけないから、そっからがね大人のねこう分岐点だと僕は思ってるから、そっから先ね、あのね、今まで自分は人頼りでずっと生きてきちゃったのがすごいね後悔してるのよ。すごい。だから、うん、今そのタイミングでさ、僕あそれやっぱり結構いろんな人の力借りてんだなってなんか思ったんですよね。本当に本当に。だからあれ、俺って何で俺生きれてんだろうっていうのがなんかたまに思うんですよ ね、 ね、まあ、もちろん自分のやってきたことに対して別に後悔も何もないですし、今までは今までなりにちゃんと生きてこれた方だとは思うんですけど、なんかこの先、あ、そっか、もし
もし本当に人の力がなくなった時、はいはい、うわどうやって生きていくんだろうっていうのかな。いやそうだよね。どうされました結局その後。その後から今に至るまで。いやだから今は自分で何かを作り出せるものを頑張って作ろうと思って、なんかこう自分で番組を持ってみてる、うん、そう、それをこうなんだろうな、こう制作会社の、ね、こう人とか、うん、そういう方たちの力を借りずに、うん、とりあえずまずは自分たちでやってみるっていうことを今少しずつ始めてみているっていう。そうそう、ほら声優の仕事、真面目な話になっちゃうけどさ、うん、声優の仕事ってさ、誰かがさ作ってくれたものにさ呼んでいただいて声を入れさせていただくって感じじゃない。そうそう、だからさ、でもそこでね、例えばずっと仕事が来てればいいけど、例えば仕事が少なくなりましたって時にね、何が自分でできるの、自分発信でできるのって時に、何か自分で作り出せるものを今から磨いておかないと、やっぱ生きていくの大変なんじゃないかなと思い、こう自分でね今少しずつ番組とかやってますけど、そう。じゃあそれがちょっと沢城さんの今の自信につながってるみたいな。いやで自信ないんですよね本当に。いやもう台本ブルブルしてるし、いつも台本ブルブルしてるし、ブルブルして本当にブル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 ってなっちゃうし、いやだから自信ってなんでしょうね。でもなんかね、これはね、あのね、あるね、僕のあの身内が言ってたんですけど、あの準備が足りてない証拠だよ、自信がないっていうのは。ああなるほどなるほど。そう、確かに緊張するのは練習不足だから緊張するみたいな。そう、練習不足だから緊張するっていう。だからもうやってやってやって、いろいろなね、こっちかなあっちかなっていう全部の選択肢を自分であらかじめ準備していけば、マイクの前で、はい、私が持ってきたものを見せますっていう風になれるっていう、あの親戚は言ってた。うん、親戚さんが親戚は言ってた。難しいですよね、自信と過信のね、このちょうどいいラインっていうのね。そうですよね。そう、でも過信も大事だと思うのよ俺。なんかいや、はい、俺はねすごい自分自信が持てないから、それがすごいネックなわけ、だけどさ、ほらなんかこうね、すごい自信を持たれていて、でもまだこう技術的にはまだ未熟かなってこう見てると思うね、方たちもいたりするけど、でもその空の自信でもいいから持ってるっていうのは非常に大事なことだって俺は思う。そうそう、なんかもうこう、あ俺できるかな、ああって思ってたらさ、もう何も出ないからさ。確かに何も始まらないし、俺最高だぜと思ってる人はもうこうもね、俺の見せてやるぜって思ってるからさ、意気込みはね、そうそう、だからその違いはねすごいあると思うから、空の自信でもいいからね、持った人の勝ちだと思う。そう、やっぱそうした方がやっぱり始まるきっかけにもなりますしね。いやそう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 、本当にそうでございますよ。だから結構ね、自分が持ってるものを、あの一からなんかこう頭でね書き出したりして、箇条書きみたいな感じで書き出したりして、はいはい、それについて全部一回過信をねこう持って、チャレンジしてみるっていうことはやっぱ大事かもしれないですね。そうだね。そうでございます。ありがとうエミリオ。ね、エミリオじゃない。あ、もちろんね。もちろんね。しかもエミリオに関しては全くラジオの中では全く出てないですからね。さっきもライアンですし。あ、そうライアンか、さっきライアンか、ライアンだね。うん。さあもう一ついきますよ、はい、こちらカリギラネームバナナの謎さんからいただきました。どうも沢城さん、竹内さん、こんにちは。こんにちは。アニメ4話は図書館が舞台でしたねと、はい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 、人間だと思ってた人が人形だったりと、不気味なシーンが多くてゾワゾワしました。それと私は子供の頃から本を読むことと図書館が大好きだったので、なんだか感情移入しまくりました。ちなみに物語の中に出てきた指輪物語は、はいはいはい、私も大好きな作品です。なるほど。皆さんは普段本とかは読んだりしますか？なるほどでございますね。ね、図書館っていうところでね、まああれもねすごくいろんなギミックがあったりして面白かったですね。面白かったですね、本当にね。さあさあ、竹内くん普段本とかは読むの？普段は読まないですね。読まないんだ。読まない。でもね、あそう、でも最近ちょっとなんか読みたいと思うようになってますね。どういう系のジャンルの本？なんか最近はビジネス書みたいなの結構楽しいなと思いますね。20歳でビジネス書読んでんの？なんかだから人脈に関するやつとか、人脈に関するやつとか、結構なんかそういうの最近読んだのはまあそれですね。なんかその中で一個さ、これは得たぞっていう言葉みたいな、そういうのあんの？なんかこう、その本でも、その本に関しては特になかったんですけど、逆に自分が思ってたことが結構書いてあったりしたから、あじゃあ自分の意見と同じ
じ意見を持っている人もいたりするんだなってことで、まあ一個のその自信につながったみたいなところはまあやっぱあったりしましたよね。僕はね本あんまり本当田口君の読まないのよ、はいはいはい、そう読まないけどね唯一読んだ本はねグッドラックっていう本わかります。若世代違うよね。グッドラックってドラマがあったのよ。飛行機の木村拓哉さん主演で柴崎コウさんがこうヒロインのねあったんだけど、そうそのドラマがね俺めちゃくちゃ好きで小説も読んでみたんだけど、そのドラマのね一番好きなシーンはね飛行場のね海沿いでねこうねベンチが一個置いてあるのよ。でこう木村拓哉さんがねバナナを食べてんのね。あらそうバナナ、そうバナナ、そう見てるかな謎のバナナさん。そうそう、じゃあバナナの謎さんです。そうバナナさんね。そうそこでね木村拓哉さんとね柴崎コウさんがね、こうなんつうかな、もう俺お前のこと好きだぜって言えないけど、なんかこうこうね、人に伝えることを途中でやめて自分だけでもらえるやめてもらえますか。ちょっとね今ねあのねこうね熱く語りだしたら長くなっちゃいそうでさ、はいはいはい、そう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 途中でやめて自分で落とし込むことで整理させようという整理させようという、ね、そういう手段に出た。なるほど、ありがとうございました。というねグッドラックって本おすすめでございます。あなるほど、じゃあね皆さんぜひね、はい、気になった方は読んでみてください、ね、グッドラックでございますよ。あんなカンペ出ますか。カンペ出ますね、子供の頃好きだった本。もう漫画とかでもいいんですかね。ああ、ね、漫画とかなんかあったりしますか。あるあ僕ね僕はちょっとベタになっちゃうけどやっぱドラゴンボールスラムダンクとか、まあ、面白いそういう系かな。スラダンはやっぱりもうそうだね。スラダンはもう男の部活の教科書みたいなところありますからね。ねそう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 なるね。あとはねあゴーゴーゴジラ松井くんとか知らないでしょ。いや知ってる。ギリギリ知ってる。見かけたことはあります。ある見かけたことあります。すごいねあのねあの桑田真澄さんっているじゃない。コロコロですよね。あそうコロコロかなんか、そうそうそう、はいはいはい、桑田真澄さん、ちょ今さん付けあのキャラクターのこと言うから桑田っていうね、そう、うん、あの、ね、桑田の性格がねめちゃんこ悪いのよ。真澄さんじゃないですよね。そうそう真澄さんではない。そう桑田が悪い。そう桑田というキャラクターが、そう桑田というキャラクターで松井というキャラクターもいるんだけど、はい、松井というキャラクターはなんかねもうちょっとねちょっとなんかね桑田の言いなりなのよ。ま、いけ松井とか言うとねなんかねあのね鬼のねこうねトゲトゲのバットとかね松井がフンフンフンってやったりとかね。そう面白い。そのテンションですね。そうそのゴーゴーゴジラ松井くんの前はかっ飛ばせ清原くんっていう漫画があってね。それも面白いからぜひ。野球選手のシリーズありますよね。ある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 。コロコロ。そう桑田の性格がめちゃんこ悪いんだよ。難しいな。っていうね本読んでましたね。はいはい。もうお便りは以上でございますか。はいどうもありがとうございますね。皆さんこれからもどんどんメールを送ってくださいねということでね。それではですねここで一曲お届けしたいと思いましたよ。お届けする曲はですね好評発売中のリアレンジ CD からオスネアートの楽師の一人であるミレイの楽曲、こちらねミューでキャラクターボイス上田玲奈さんが歌っておりますね、サディスティッククイーンというねアニメリアレンジバージョンでございます。どうぞ。いたしましたのはサディスティッククイーンアニメリアレンジバージョンでございました。カリギラジオカタルシスをカタルシス、お悩みをカタルシス。はい、皆さんから送っていただいたお悩みを我々の力で浄化してカタルシスを感じていただこうというコーナーでございます。これのコーナーですね。本日もいきましょうかね、はいはい、こちらカリギラネームリナさんからいただきました。リナありがとう。
人間関係を円滑にするために人を褒めることって大事だなと思いました。なるほど。皆さんにすぐ使える上手な褒め方を教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。すぐ使える上手な褒め方、あでもまずあれですよね、あの髪切ったら、あ髪切ったねっていう、そうそう。いやでもね、それね結構ね罠が潜んでるんですよ、うん、髪切ったねって言って、いや切ってないですけどってねレディーに言われたりするんですよ、うん、あれそうかでも今日雰囲気違くないって言うとレディーからどんどん出てきて、あちょっと今日髪巻いてみたかもみたいな、あだからかみたいな、そうそういう、あこういうのうまいですね、そうこういうのうまいですよ、そうやべやっちまったって一瞬思うんだけどねメイクとかもね、そうそう、あの気づけたら、あ気づけたらね、上級みたいなところ、ね、上級ね。たけし君なんかそういう気づけることある？気づけるでもほらたけし君おしゃれに敏感だからさ、おしゃれが変わってたりするとさ気づくんじゃない？あまあ確かにその、うんうん、その人のなんかこういうワンポイント、なんか自分が単純に好きなところでいいんで、相手にとってそうじゃなくても、うんうん、はいはい、なんか一個点を上げて、はあはあ、そこをすごく押すみたいなのはなんかたまにってか、まあ単純にあそれ可愛いですねって、なるほど、すごく自分の可愛いを押すっていう、はあ、じゃあちょっと僕の今押してみて、うんうん、あなんかボタン上開けだけなの、あ上だけ閉めてるのちょっと可愛いですね、うん、ありがとうこれ微妙かもしれないなこれ僕あんま効果的じゃないかもしれないですね。僕持ってないかも、そういうの意外と。他なんかあったりしますか？他もっと褒めてよ。もっと褒めてよ。もっと、もっとですか？うん、いや、やっぱり今日、あこれ、でもこれはずっと前から思ってた。沢城さんの iPhone ケースが可愛い。あ、気づいてくれた？そうなんですよ。今めっちゃアピールしてる。今めっちゃこうやってたじゃないですか。ね。M&A ですね。そうそうそう。これかわいいですよね。そうそう。いつもこれこれ500円でネットで買った。ああそうなんですね。三個で500円。三個で500円。あじゃあ他にも色があるよ。そうそう色がある。何色でいる？他はでも青と、確か緑とピンクとかね。これは何代目なんですか？これは1代目です。あじゃあ青使って。まだ封印してあるの。あなるほどなるほど。そうそうそう、いやいいですよね。そうでございます。M&A 僕も好きなんで。本当に。ね、話にこうつなげたりとか。なるほどなるほど。はいはいはい、あ中身も褒め。そうそうですね、確かに、ね、うん、はいどうぞ、うん、いややっぱり沢城さんってすごくいつも明るくて、すごくなどうしたらそんなに明るさを、しかも人にこう分けてくれるようなね、うんうん、明るさがあるじゃないですか、はいはいはい、その明るい沢城さん見てると自然とこう周りのね、うん、僕らもちょっと元気になれるみたいな、はいはいはい、その元気の秘訣みたいなものってなんかあったりするんですか？あそうですね、単純にあの仕事が欲しいからって書いて今のだったらちょっとこう、ね、ちょっとマイナスにねこう、あこいつめっちゃ仕事欲しいからいやでもじゃあ僕ね別にあんま考えてねこう考えて別に話したりしてないから、なんか、まあ、これが自分なんだよね。で考えた時もあるよ、いやこれ本当の自分なのかな何のかなって、ね、2週3週ぐらいしたんだけど、いやでもなんかこう家にいる時はね、いやもうちょっと俺静かだしなとか思うんだけど、まあ誰でも家にいる時と外に出た時の顔ってやっぱあるから、まあ、そうなんですよね、うん、おのずとやっぱり変わりますもんね。そう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 、だからねなんかねなんだろうな、これがこのありのままが僕っていうね、あんま格好つけるのが僕ちょっとできないから、うん、そうそう、だからもう僕は自分をこうなんだろうな、こう頭も良くないから計算もいろいろできないから、うん、こうねかっこいい自分を作り上げて計算していろいろねこうできないのよ、外に振る舞えないから、うん、もうありのままで行くしかないなっていう、でもありのままで行き過ぎてこう言ってること、自分はねいいなと思って言ってるんだけど、たまに相手を傷つけてる時が俺の場合たくさんあるから、うん、そこを今ね注意しようって頑張ってますね。いやでもそういう素のところからね出るこの、うん、決してね作ろうという、はい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 、無理に作ろうという風にしてない良さがやっぱり周りの方もね伝わって、うんうん、たくさんの方に愛されてるんじゃないですか。ありがとうございます竹内くん、ありがとういやいやそんなそんなあれ距離を感じたんだけど今すごいあ逆にね、そうですね、あもう竹内くん今日着てるそのニットのね夏のもののこのセーター的なもの、うん、このロゴがいいよね。ロゴが ありがとうございます。ダダって書いてある、ね、そうですね、僕の好きなブランドの名前、ブランドのダダさんが好きなんですね。そうなんですよ。はなるほど、僕さっきあんだけ褒めたのにあんだけ褒めたのに
難しいですね、人を褒めるって。人を褒めるって難しいよね。そう、いやでもね、やっぱね、こうなんだろうな、こう生まれ持って人を褒められる人っているじゃない。いますね。素敵なんだよね、そういう人ね。だからそういう風になりたいと思ったけど、生まれ持ってじゃないから多分できないのかなって思いながらね。じゃあどうしたらいいんですか。じゃあそうだよね、そういう人のためにね、もう諦めた方がいいんだと思う。夢がないな、このラジオ。すっごい夢がない。いやでもさ、でもさ、なんかさ、僕はねすごいね、まだ結構この頃だけどできるようになってきたのは、街歩いててさ、なんかちょっとこうルックスを見ただけでちょっとこうチャラチャラしてたりとか人見たら、あーちょっとなんか気に食わねえなーみたいな思っちゃう時もいっぱいあったんだけど、この頃はそう思ってると、ちょっとそう思っただけでも自分の心がちょっと汚くなっていくから、こうちょっと、あ、今までだったらまあなんかいけつかねえなと思ってても、ああんなになんかこうすごいこうねチャラチャラした格好をして外に出れる勇気は俺にないな、あーこの人すごいなって思うように、あえて思うようにしてみてきたら、だんだんねこうね心がねこうなんだ優しくなってきた。なんかちょうど僕がこの間読んだ、うん、その人間人脈を作る本でもやっぱ書いてありましたよ。なんか嫌いな相手を作ってるのは結局自分自身の考えによって嫌いな人っていうだけであって、はい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 、だからその人のことをなんで嫌いなのかっていうのをこうずっと理解できないって思うんじゃなくて、はいはい、この人はこういう方なんだっていうところで、ある程度の理解をしてあげると、うんうんうん、人間関係も円滑になれるみたいなこと書いてありましたよ、本人も。ね、はあ、そうそう、だからコミュニケーションってねやっぱ大事だよね、うん、なんか僕らこういう仕事してるとさ、なんかバンドの人とかと会う機会も結構あったりするのよ、うん、飲み会でさ行ったらさ、こういっぱいたくさんいる飲み会で、あのバンドの方ですかみたいな。でもなんか人にはさ、こうね、あの音楽聴いて、あ、この高い声僕はそんな苦手じゃないなとか、あ、低音が好きなんだよな俺はって思ってさ、高い声の例えばね、こうアーティストさん、うん、この曲そんな好きじゃないって思ってるアーティストさんと飲み会で会ってお会いしてお話ししたりして、うわこいつなんていい人なんだろうって思って改めてその人の曲を聴いてみると聞けるようになるね、うん、とかね、そういうやっぱだからコミュニケーションを取ってみてから入り込んでいった方がなんかね、うん、いい、非常に。だからやっぱり嫌いでね、うん、終わらせるんじゃなくて、うん、そう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 、相手のことをね知ろうとするね、そう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 、そうすればおのずと褒められる点とか、うん、そう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 、自分が褒めたいなって単純に、うん、単純になんかねこうごまするために褒めるんじゃなくて、そう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 、自分が単純にいいなって思ったことを言葉に出せばいいんじゃない、ね、そうなの、絶対いいなって思うポイントは人には一つは二つあるからね、うん、絶対そうそう、絶対だからそこをね見つけていくのも大人へのステップアップでございます、うんうん、な感じで、おい、だんだんとちょっとお悩みに、 ね答えるのも収まりになってきたりですか、ね、まあ、ちょっとこの結果で出るまでに結構な寄り道いろいろとしましたけど、ね、はい、はい、ということで本日はね、こちらで以上になります、僕たちに浄化してほしいことがある方はどんどんメールを送ってください。以上お悩みをカタルシスでした。イエイ。それではここでもう一曲お届けしたいと思います。本日は何ですか。はい、ついにでございますよ、ついに。飽きちゃった。来週の水曜日、飽きちゃったか、5月16日にリリー、5月16日一番大事なとこですよ。5月16日大事なことなので3度言いました。5月16日リリースされテレビアニメカリギュラオープニング主題歌、四季島律&佐竹翔吾が歌っておりますパラダイムボックスを聴いていただきたいと思います。どうぞ。来ちゃうか。消せない後悔の傷、どれだけかましんだらいい、泣いた時の友の二度と出会えないのに、人間みんな乗車翡翠、栄光はやがて巡り、僕じゃない誰かがまだ一つ夢を叶え、曖昧な幻想に夢を見て、ノン回転交差して踊り出す歌、愛発する感情を捨ててしまいたいよ、幻想が侵食して僕らの心を、運命のシンフォニー奏でられた旋律よ、仮想世界のルールを超えて鳴り響け。お聞きいただきましたのは四季島律佐竹翔吾パラダイムボックスでした。飽きちゃうか、飽きちゃうか。
カリギラジオカタルシスをカタルシス。はい、ここでカリギラからのお知らせでございます。まずはゲーム情報でございますよ。いよいよですよ、来週5月17日に PS4 ゲームカリギラオーバードーズが発売となります。イエーイ。もう山中さんがね、血と汗を流しながら作ってました、ね、そうでございますよ。皆さんぜひ期待してください。期待してください。ぜひね、ネタバレにならないプレイ後の感想もお待ちしております。よろしくお願いします。続いて放送情報。テレビアニメカリギュラは東京 MX 読売テレビ BS 富士 ATX にて絶賛放送中です。ギャオニコニコ動画 D アニメストア他にて配信もありますので、ぜひご覧ください。おい、続きましてブルーレイ &DVD 情報でございます。テレビアニメカリギュラブルーレイ &DVD 全6巻が2018年6月20日より順次発売でございますよ。イベントチケット優先販売申し込み券ほか特典も盛りだくさんとなっております。はいはい、このねスペシャルイベントはですね、2018年9月2日日曜日に竹芝ニューピアホールにて、出演者はですね私沢城千春と竹内俊介くん、はい、鍵 P 役、青井翔太くんと池 P 役斉藤相馬さんの予定でございます。ぜひ遊びに来てください。続いて CD 情報。大人気アイドルミュウのゲーム挿入歌リアレンジミニアルバムが好評発売中です。オープニング主題歌パラダイムボックスとエンディング主題歌ヒプノは来週5月16日に同時発売となります。そしてアニメ書き下ろし主題歌 CD レネットが6月の6日、オリジナルサウンドトラック CD が6月の20日に発売されます。そしてですよ、オープニングエンディング CD の発売を記念したイベントが決定しております。イエイ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 。そちらがですね5月17日木曜日はですねアニメイト新宿にて、僕沢城千春と下庵の山中拓也さんによるミニトークとお渡し会を開催いたしますよ。そしてねお渡しするものはですねテレビアニメの番組ポスターに決定しました。イエイ。まだね何をお渡しするかね、そう決まってなかった、ね、決まってなかった。そしてですねこちら表が帰宅部、裏がね学士の豪華両面ポスターとなっておりますのでお楽しみに。はい、またまたですね5月の20日日曜日にはこのカリギュラジオの公開録音が決定しております。はい、1回目はオープニング主題歌、2回目はエンディング主題歌をアニメイトの対象店舗とキャニメでご予約ご購入いただいた方が参加できます。2回目の方にはですね小沢ありさんと下田あさみさんをゲストにお迎えする予定ですので、ぜひお楽しみに。さらに5月24日から全国のアニメイト店内で放送されるアニメイト音楽館にカリギュラの宣伝で僕沢城千春が出演いたしますよ。はいはい、こちらねカリギュラにもカギピー役で出演している青井翔太さんとアニメイト君の番組に挑戦状を叩きつけてきました。なるほど。いや、ね、どんな感じになるか楽しみですね。もう楽しみでございますよ。はいはい、その他のね詳しい情報は公式サイトをチェックしてください。この番組では皆さんからのメールを募集しております。番組サイトのメールフォームから送ることができますので、どんどん送ってください。さて竹内くん、今日の放送いかがでございましたか。はい、あれですねあのいよいよ5月の17日にはですねオーバードーズも出て、そうです、そして20日には高録と、はい、しかも6月の方にもですねイベントが控えているというわけで、はいはい、そうでございますよ。こっからねカリギュラビッグウェーブ来ますよ、うん、どんどん来ますからね、はい、でまだねこれねお席の方がもしかしたら、ね、まだ秋がね5月の20日の方5月20日、そうそう5月20日の方ね、まだもしかしたらご用意できるかもしれないんで、うん、ぜひみんなね来てくれたらね最高にハッピーで最高にいいイベントになりますので、もうぜひね一緒にね楽しめたらなと思いますので、はい、よろしくお願いしますよ。はい、詳しいことは公式サイトの方をチェックしていただければ、うん、応募方法等も書いてあるかと思いますので、はいはい、そちらの方をチェックしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いやでも今日はね結構ね回を重ねてきて、こうお悩みも答えられるようになって、ね、少し我々のねこうね大人だなこいつらっていうところね、お見せできたんじゃないかなと思いますからね。
まあでもあれですね、うん、やっぱりこのカリギュラジオで、うんうんうん、あのみんなが集まった飲み会のね、うんうん、話をちょっと ね、 やりたいね、このラジオが終わるまでに ね、 ねちょっとやりたいですよね。本当にそうでございます、スタッフさんよろしくお願いしますよ。お願いします。お願いしますね、本当にもうね、それまたねこのラジオがね話せるうちにねやりたいですね、はい、やりましょう。またあれですね、そろそろ次のね、うん、ゲストさんをね呼んでもいいんじゃないですか。呼んでもいいと思いますからね、細谷さんのね会から、細谷さんの次、ね、そうですよね。じゃあそうですね、たくさんの方出ていただいたから、じゃあ関俊彦さんとかですかね。ねえもうそこにベテランの方に緊張、僕自分の事務所の先輩なんでちょっと構えないとなんですけど、ね、でもほらそしたらねすごい大人の意見を我々が聞かせていただくこともできるから、いいです ね、ぜひ検討お願いしますよろしくお願いいたしますね。いや楽しかったですね、はい、今日もね、はいはい、それではですね今回のカリギラジオカタルシスを、え、カタルシス語を、あっちのカタルシスをカタルシスをね何回読んでるんですかこれカタルシス語ですってよ皆さんカタルシス語、カタルシスアピチョーシチョーピチョーバーみたいなね、さっきあんだけ大人な一面をとか言ってたそれではね今回のカリギラジオカタルシスをカタルシスはここまででございます。お相手は沢城チャルト、竹内俊介でした。バイバイ。カリギラジオカタルシスをカタルシス、この番組はカリギュラ制作委員会の提供でお送りしました。カリギュラジオカタルシスをカタルシス。